こんにちは柳田理科の一日一科学現在の駅の改札はほとんどが機械に切符を入れる自動改札機ですよね自動改札機は一体いつ頃から使われているのでしょうか初めて自動改札機が本格的に使われたのは1969年です関西の私鉄近鉄で使われ始めました では自動改札機では一体何を調べているのでしょうここに自動改札機用の切符がありますちょっと見てください自動改札機用の切符はこのように裏側が黒や茶色になっていますこれは鉄を含む塗料が塗られているからです鉄にもいろいろ種類があって中には磁石を近づけると自分が磁石になってしまうものがあります そのような鉄が磁磁石になることとを磁気を持つと言います自動券売機の中では切符の裏側に磁器でいろいろな模様をつけてその切符を売った駅や料金や何月何日に売ったかを記録するわけです。自動改札機ではそのデータを読み取って正しい乗り方をしているかどうかをチェックするわけですね。 今日の1日1。科学自動改札機は磁気で情報を読み取る。この技術は買い物をする時のポイントカードなどにも使われています。また明日！